はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画撮りたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、3、はい、モンストとのコラボ、それのアクリルキーホルダーコレクションをね、これブラインドなんですよ。全8種のうちいずれか一つが入ってるんで、とりあえずね、1、2、3、4、5、6、7、8、8個買いました。ただね、これ8種類で8個買ったんですけど、ボックスじゃないんですよね。おそらくごちゃ混ぜの中からランダムに選んだと思うんで、ダブル可能性もはっきり言ってある。はい、その中でいかにして五条先生を抜くかというね。はい結構、まあこれでね、被らなかったら、まあ、ボックスから出してくれたのかなと思うけど、多分違うと思うんだよなという検証も含めてね、8個買いました。はい、コンプリートなるかならずとも五条先生出るかっていうね。はい、では早速1個目開封しちゃいましょう。はい、では1個目、これね、ちょっと待って、キーホルダーを先にちょろって出してね、こうやってね、でこれで引っ張った方がいい。はい、でもちょっとチロって出ちゃったし伏黒です。はい、いやでもいいね、やっぱこのイラストがいいんだよな。デフォルメしたイラスト、これいいわ。1個目は伏黒。はい。はい。2つ目。いきます。せーの。ああ、ナナミ。このナナミもいいよな、イラスト。これいいわ。ナナミ。はい。では3個目。いきます。せーの。パンダ。はい、パンダでしたね。このパンダなんか可愛く見えるなはい、はい、では4個目いきます。せーの。あ、はいはい、全員巻き。はい、5個目いきます。せーの。うわ、ほら出たよ、やっぱりだ、ランダムだ。やっぱいぞこれ。しかも早めに出てほしい五条先生がまだ出てないっていうね、この恐怖心やっべはい、では6個目いきます。せーの。きった。大丈夫、僕最強だから。くぅ、あぶんねー、よかった、出てくれて。いや嬉しい、これはいいね、やっぱこのイラスト。いやよかった、出て、いや嬉しいわ。はい、五条先生ゲッチュー。はい、7個目ですね。7個目だけど五条先生出たし、フルコンプがもうないんで、もう1個五条先生欲しいはい、ではいきます。7個目せーの。あ、犬巻、そういえばあったの忘れてた。あ、犬巻。はい、これで残すは釘先と板取りなんだよね。で、全員がダブったから、まあ、どっちが出てもコンプはできないんで、やっぱ五条先生狙いで、はい、いきます。ラスト、もう一回、もう一個五条先生来い。せーの。
嘘じゃん。これちょっと待って、全員3つ目やっべきっついなこれ本当に。はい、ということでね、全8種類のうち8個開封しましたが、全員がダブルっていうね、いやかなり偏った感じになっちゃいましたね。まあでも本当五条先生が出てくれただけでよかった、救われましたよ。はい、でちなみにおいくらかっていうのをね、恒例のようにご紹介します。今回購入したのはこちら、呪術廻戦アクリルキーホルダーコレクション、8個で1個715円なので5720円で、今回ねノベルティのポストカード、これ2000円以上買うとついてくるんで、まあちょっとあと300円だったらもう1個もらえたんだけど、2個入ってました。もうね普通に見える状態で入ってましたね、はい、なのでこちら1個目、はい、虎杖ポストカード。いやこれの五条先生ね、五条先生が欲しい。もう一個こちらなんですよ、はい、あー伏黒、多分順番通りで配ったのかな、こう多分虎杖伏黒釘先みたいな感じで、多分3個目もらっても釘先だったような気がする五条先生は多分ラストの方だよな。これがノベルティ、はい、まあ、ここにね Not for sale って書いてあります。はい、非売品ということなんですけれども、五条先生じゃなかった、はい、といった感じのね結果になりました。はい、以上でね、まあモンストとのコラボ商品の紹介は以上で終わりだと思います。はい、もう買う予定がないんでね。はい、ということでね、今回はこういう感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録よろしければぜひ登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。